はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、軍でも使われている最強ガンケースが届いたんだが、ということで、こちらのね、ケースをね、開けていきたいと思います。開封動画ってやつですね。で、これ何かというんですが、よっこいしょ。何のケースかというと、ここにですね、書いてあると思うんですが、これペリカンのケースですね。この、なんだろう、一番左下にペリカンってなんか書いてありますが、ペリカンケースを開けていきます。よっこいしょ。よいしょ。でね、なんか知らないんですが、なんか知らなくはないけど、開かないので、これなんか、がっつりこう、なんかね、がっつり貼り付けられてる感じなので開かないので、まあ、どっかからナイフでジャキジャキ切っていこうかなっていう、まあそんな感じですね。よいしょ。どっから切ろうかな。これなんかね、パカッと開くのかなと思いきや、一向に開く気配がないので、まあ一応ね、ナイフ持ってきたので、ナイフで切りたいと思います。ちょっと待って、その前に。よいしょ。OK。右手にカメラを持ち替えた。よいしょ。ナイフを取り出し、いきなりこれでさ、なんか、ガンケース自体に傷がついたら受けるよね。受けねえよ。いや、受けねえよって話だけど。どうやって切ろうかな。なんか、一辺がっつり切っちゃうか。一辺がっつり切っちゃうわ。よいしょ。一辺がっつり。開封ってこういう感じなのみたいなね。そういう感じもしますが。こういくのみたいな。ちょっと、いくらなんでも不器用すぎじゃねみたいな、まあ。そんな気もするけど。いや、でもなんか、切り口みたいなのがないんだよね、全く。なんかさ、ないからさ、まあ、こうならざるを得ない。ちなみに、中の人へは適当に物を切るので、このパジャマも、よく見ると、中の人へのズボンの裾は、ハサミでジャキジャキ切ってあるっていうね。これで多分適当に、まあ、多分、貫通してないからあんま開かないけど。全然ダメだ。全然ダメじゃねえか。全然開かない。ダメ、もういいや。これ剥がすか。剥がす作戦に切り替えるか。べったりのり付けされてる。すんげえべったりのり付けされてる。あ、もうこれで、まあ剥がせなくはないわ。なんか、まあこれは結果オーライだわ。なんか、おかげで。よいしょ。開きやすくなった。よいしょ。よいしょ。よいしょ。出てきたー。おー。おー。ペリカンケース。ペリカンケース出てきたわ。ちょっと待って、これでもさ、取っ手がない方開けちゃった、こっちの。開かない方開けちゃったよ。ちょっと出すの大変だな。よっこいしょ。これほんとでけえな。でかいな、これ。よいしょ。よいしょ、あいてててて、俺の足、お、ペリカン1700ケース書いてある、ほら。これにね、いろいろ、ほら、こんな感じですよ。軍でも使われてる、最強ガンケースっていうのからね、ちゃんとこういう、なんか、シールが貼ってある。ペリカンケース。これはちなみになんですが、なんでこのペリカンケース買おうかと思ったかというと、ハイパードーラクさんの安さんがペリカンケース使ってて、まあ、俺もハイパードーラクのサバゲースっからさ、これでね、よいしょ、おほー、出てきた、出てきた、ペリカンケース、おー、かっちょいい。確かに俺の思ったよりだいぶちっちゃい。ペリカンケースくんはちなみになんですが、ここに、よいしょ、こんな感じで取っ手がついていて、ここね、こっち側に取っ手がついていて、で、そしてこいつの、よいしょ、ここにはこっちですね、キャスターがついてます。こっちにガラガラが。このキャスターなんか、替えが売ってる、ちなみに。で、こっち側に取っ手がついてます、という。そんな感じですね。この取っ手はちなみにですけど、なんていうの、がっつりフィックスとされてて動かないですね。こう、なんていうの、こっち側はさ、こっち側は、こんな感じで一応、こう内側に入るんだけど、こっち側は折りたためませんという。で、ここにバルブがついてますね。ここにね。なんか内圧と、よいしょ、外の圧力を調整しているらしい。で、あとは、ここですね。これが鍵の穴ですね、多分ね。ここになんかワイヤーとかを通して、こう、なんだ。こうでしょ。ここにワイヤーを通して、まあなんとなく、ちょっとだけ後ろが見えると思うんですけど、ワイヤーで止めるみたいな。まあそんな感じらしいっす。で、よっこいしょ。中身は？なんぼのもんじゃい。あ、どっこいしょ。重いな、このケース。こんな重かったのか。まあなんか確かになんか箱もだいぶ重かったもんな。梱包がそんなしっかりしてるとは思わなかったから、しっかりしたね、思い出ないから。よいしょ、そんなもんなのかな。かてえな、これ開けんの。かてえな、これこうやって開けんのかな。本当にこうやって開けんのかな。いや、っぽいな。かてえっぽい。ただ硬いっぽい。買った、これ。ちょ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 、右足でロックするっていう。ああ、ほぼなんか俺の頑張ってる腕しか見てない。よっこいしょー。え、こんな硬いの？なんか取り扱い説明書とかないの？つうか。ない！ない！今ちょっとなんか、
段ボールの中をちょっと見てみたけど、取説が全くなかった。え、マジでこれ、マジでこっちからどけで開けろってこと。これなんか、これ両手で行かないときついかな。カメラ置く、あ、開けた。こうなんか、ここを開けて、上げて開けるのかな。よいしょ、上げて、上げることを意識しつつ、からの、からのじゃないよ。ああ、俺の銃のストックが見える。まあ別に、開いた開いた。硬くね、これ。なんかだんだん硬くなくなっていくのかな。それとも開ける順番があるのかな。それともなんか別のなんかギミックがあるのかな。よくわかんないけど。え、マジでこれこんなに力づくで開けんの。ちょっとなんか、ってなるんだけど、もう俺のエントランスがみたいな。もうちょっとバテてきたよみたいな。硬っ。え、こんな硬いんだ。いけ、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 足の上に乗った。よいしょ。ペリカンって書いてある。当たり前だが。こうか。カメラに映んなかった。で、おっこいしょ。オープン。オープンするときのちゃんと様子を見たい。おっこいしょ。よいしょ。ガラーン。おわ、ウレタンフォームが詰まってる。ぎっちりウレタンフォームが詰まってる。取説出てきた。ぎっちりウレタンフォームが詰まってる。こんな感じですね。なんかいろいろこう、ウレタンフォームがいろいろあって。まあなんだ。いろんな仕様があるんだけど、ちなみに。もうちょっとでかいのも、もうちょっと立体的なのもいろいろあるんだけど。これペリカン。これウレタンフォーム、これじゃちょっと使いにくいな、確かにな。ちょきちょき綺麗ってことか。あ、なんかでも2層になってる。2層になってるぞ。ほう、ウレタンフォームが。ウレタンフォーム、あー！あ、ちなみにバカーンって開いても、こんな感じで、なんていうのかな。これが、こっち側が、こっち側が、なんていうのかな。180度開くみたいな感じではないね。ウレタンフォーム、ウレタンフォーム。ウレタンフォーム取り出すと、マジで、ただのこのペリカンのシェルが出てくるって感じだね。ウレタンフォームが2層入ってて、2枚入ってて、このなんだ、でっかいウレタンフォーム、これが、なんか、安いスポンジみたいのが、2枚バンバーンって入ってて、下には。で、そして、よいしょ。まあ、ちょくちょく切ってもいいんだけどね、重要な形でね。よいしょ。で、そして上にも、よいしょ。ウレタンフォームが、よいしょ。1枚入ってる。よいしょ、1枚かな、これは。あ、上はウレタンフォーム1枚だね。これでもう、シェルなので、シェルっていうか、この、硬い外側なので、もうこれで終わりみたいな。よいしょ。そんな感じですね。よいしょ。よいしょ。疲れんな、これ。で、さてと、銃入れるか。とりあえず1枚ウレタンフォーム抜いて、俺の M4 を、M4 ぐらいだったらこれでボーンって入って、多分、これだけで閉めちゃっても多分、とりあえず、閉めるか。なんか多分、まあ振っても多分大丈夫っぽいんで、M4 ぐらいだったらこれでウレタンフォーム1個抜くだけでも多分、ちゃんと閉めれば問題ないんじゃないかなとは思います。多分ね。本当はなんか並々の形になんかやってるやつとかがいいんだろうけど。で、問題はだ、こっからなんだよね。ちょっと一回三脚大きいの。問題はね、まあ、M4 が入るの分かってたんだよ。M4 のサイズ、これ CRW ってちょっと短いんだけど。M4 のサイズからいくと、まあ、こんなもんなんですよ。まあ、クソ楽勝で入るじゃないですか、ぶっちゃけ。ぶっちゃけクソ楽勝で入るんですが、よいしょ。M4 が入るのはいいんだけど、M4 これそんなにでかくないしね。短い M4 だから。問題はだ、こいつなんだな。ちょっと待ってね。よっこいしょ。俺のこの実銃。まあ、実銃を手に取ったら、皆さん必ずこのように、弾が入ってないことを確認しましょう。まず第一にね。弾入ってる状態で保管したらまずいからな。こうやってとりあえず弾が入ってないことを確認しの。で、そして、ちょっと待ってね。一回置こう。銃置こう。銃じゃねえ。カメラ置こう。銃を分解せよ。しないと入らない。ああ銃が落ちた。落ちたってかぶつかった。よっこいしょ。よいしょ。銃分解します。銃の分解方法は、まず、こちらのですね、下側に大体このように、左手の持つこの先台と呼ばれる部分にこれがあるので、こいつを開けると、これが取れます。ほいでもって、よいしょ。上下2連3弾銃なので、こいつをここを押しながら、おすげえ映り込んでる。ボックスロックなんで、このように上げていくと、このまま、こいつが、よいしょ取れるという、そういうメカですね。これ簡単。よいしょ、小学生でも分解できる。で、そして、このさっきあった先台と、こいつのバレルを、まあ、バレルはね、まあ、こんな感じですよ。まあ、普通に、長い筒。こういうさっきのやつを、ここにまた、戻してあげる。よっこいしょ、腕に来る、これ。
よいしょ、てか持ち方がね、おかしいんだよね。こんなに体から遠く持ったら持つことないよっていう。OK。まあ何やと思われ。入った。大丈夫だ、これで。OK。設置ロック先かけたわ。で、そしたら、よいしょ。またカメラを持ちいいの。よっこいしょ。いてて、挟まった。入るかな？入るっぽいな。まあちょっとこれでいいのかは微妙だけど。よいしょ。まあケース的には、上下二連三段時でも、分解すれば楽勝で入るね。楽勝だね。全然何の問題もなかった。よいしょ。USB の針が。はぁ、疲れた。入るね。入ったわ。普通に。何の問題もなかったわ。うん。はい。よいしょ。ということで、上下2連3で、さすがにね、まあ、組み立てるとこんな感じになっちゃうので、こんな、まあイメージ的にはこんな感じになるので、まあちょっと、まああっち頑張っても入んないけど、まあ普通にでかい銃を分解すれば入るということで。はい。まあ何はともあれペリカンケースね。開封してみました。すげえ疲れた。はい。というわけで、このね、動画ね、ふーんっていう風に思っていただけたら、ぜひぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。